こです。ゆなです。ゆらりです。ゆめこです。あいやです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はワードウルフゲームです。イエーイ。はい、まずワードウルフゲームについて説明していきます。ワードウルフゲームはスマホのアプリのゲームなんですけど、そのアプリで一人一人お題があります。で、そのお題について話していくんですけど、その中でなんと一人だけお題が違う人がいます。話していく中で、あれ私違うぞって、その違うぞっていう人がウルフは、自分がウルフだって分かったら周りに気づかれないように合わせたりとか、逆にウルフじゃないよって人は誰がウルフなんだって話をよく聞いて探してみたりとかっていうゲームです。もうだって分かんないじゃん、自分がウルフだとかウルフじゃないだとか分かんないじゃん。そんなスリル満点のゲームでございます。ウルフが今ね、気づいたらパッて、ね、合わせないと、合わせてこれみんなウルフいなくないって、ちょっとそこが面白くなりますね。では今から3分間を3回戦やっていきます。どうですか、せーの、どうぞ。やってまいりました。やってまいりました。わー、どうですか。一人目は英語氏実況。はい、ありがとうございます。マジこんな気持ち。あー、この気持ち、すごい。おー、すごい。なんかそれについて話す。うん、これについて話すのか。はい、これについて話すのか。難しいな。難しいな。難しいな。え、何よこれ。え、知らない。それがわからない。たまにあるよね、あれ。漢字が読めないとかさ。お題はこちらです。バーバーン。みんなわかるか。みんなわかると。じゃあ皆さんも誰がウルフか予想しながら聞いてみてください。よーい、スタート。好き、好きだね、まず、うん、好きが嫌い。苦手、食べ物、苦手、食べ物好き。普通と好きの間、どこで食べる、ってかいつ食べる、どこ、味噌汁。うん、ひめかも味噌汁。うん、入ってるけどいつも抜いてる。え、あの、意味なくない？ミートルの好き、ミートルのピッピッって食べて、で、私だけかもしれないんだけど、その取った外側のやつを口の中で、なんかちょっと音が鳴るのが楽しくてゴロゴロやってる。それ、口の中入れちゃうの？うん、なんか噛みつぶしはしないんでしょ。あ、しない。あ、中にたまに砂入ってる。そうだよ、砂。そう、身の中に砂入ってる。砂利っていう。でももう砂みたいな。え、それ砂なの？そうだよ、砂だよ、多分砂利っていうの。ありがとう。分かった気がする。分かんなかったね。そう、何のことかなと思って最初の段階で自分のお題を理解する。分かった分かった。なるほど。あと2分。あと2分だ。私は食べれない。一番そのね、あの味噌汁が好き。そのネテ。でもさ、あれじゃない、なんかそれ海にあるものじゃん。うん、けどさ、寿司で出てこなくない。あんまり出てこなくない。だってさ、お寿司って大体魚じゃん。海とかはあるけど、海とかあるけど、それは何にできるほどのサイズ。まあね、真剣に。あれさ、乗ってきたらこうやって乗る。シャリの上に合わないしね、今。いや、あのシャリはちっちゃくてもいいじゃん。そもそもご飯と合わない。合わない。怖い。だからなんかまた説教されてる。真剣、真剣。それの味噌汁にわかめ入れるのが好き。うんうん。あ、基本的にわかめ入ってる。あと1分。え、こんぐらいの大きさ。え、あと何、割と小さい。意外とさ、その種類の中でちっちゃい方で、こんぐらいの。分かったぞ。なんかさ、味噌汁にそれ入ってさ、例えばそれごと入ってたとしてさ、あって思ってすくったら身ないことある。あ、ある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 。それパスタでも。あ、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 辛いやんみたいな。辛いやん、なんか辛いやん。辛いやん、何辛いやんって。誰辛いやんさんじゃな、YouTuber。 でも誰がウルフかわかんない。誰か分かった気がする。ちょっと分かった気がする。ちょっとわざとらしい人がいる。頑張った。変なエコシ。エコ分かるよ。変化も分かる。2、1、終了。はい、じゃあ誰がウルフか当ててください。アリアちゃん。エコシ。アリア。じゃあ、アリアとエコで決戦投票。ヒラリがアリアかエコだったらどっちだったの？私だったらエコです。じゃあ、エコに決定。なんでエコなの？正解はユナでした。ホタテだったの、私。どこで食べるだと絶対なんかあれかなと思って、最初お寿司屋って言おうとしたのだけど、なんかみんなお寿司って言ったから、あ、サリンと思って合ってた。私やっぱ天才だ。じゃあ次、第2回戦いきます。
こが学校生活について。おー、わーおー。次、学校生活入った？どういうこと？あ、席替えしました。ちょっとシャッフルしようかなって。席替えしたんですよ。あ、なるほど。ちょっとペラソウルかな。テン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 。オーマイガー。テン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 。で、見終わりましたか？はい。じゃあお題はこちらです。今からこれについて私たち話していきます。3分間いきますよ。いいですか？皆さんも誰がウルフかを考えてみてください。いきます。よーい、スタート。ピピ。危ない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 。切れる。結構使う機会ないけど、ちびに使う。あんまり使わないけど、ないと困るみたいな。あー、持ち歩いてる人少ない。持ち歩いてる。持ち歩いてる。持ち歩いてる。めっちゃ硬くってさ、出なくってパンってやったら、ピッて切れたことある。えー、それは痛すぎる。ダボールさ、開けるときに使う。あ、確かに。使う使う。出ないことある。ロックかかってて。ロックかかってて、知らずにやってて壊しちゃって。でもなんか前、それ全部出したまま歩いてる。あと2分。え、やばいって持つの。それなんかこう全部出してんじゃん。それでこう、え、だってさ、なんかさ、持ったら切れるやん。こうやって持ってんの、こっち。あの、持ち手のところ持って。え、だから、あ、そういうこと。あ、びっくりした。え、何回してる。ちっちゃい頃どっちが早かったの。これは分かる。え、だからちっちゃい頃使わない。え、じゃあ使わないけど、使いたくて段ボール使おう。出して、どっちが歯か分からない。どっちでもやってる。え、どっちが歯か分からない。悲しい。あ、こうやってやって、こっち側が歯か、こっち側か。そう、ちっちゃい頃ね。今は分かるよ。3歳とか4歳だったから。相変わらず危ない決め方は。ね。あと1分。でも私、使うのね、苦手なの。やってる時、直線ならできるんだけど、すごい曲がったりできない。分かる。あのさ、下に引くさ、粘土の裏のあれ、分かる。あー、分かる。なんとか版ね。そう、なんとか版とか。カッターの切るときに下に引くやつ。あれ、あー、分かる。あー、言った。なんだ、ほんとだ。待って、ごめんなさい。ごめんなさい。なんとか版に気が取られて。え、ごめんなさい。どうしよう。え、でも誰がウルフか分かんないよ。はい、終了。ウルフ要素。あるや。私。姫か先輩。絶対姫か。姫かじゃん。じゃあ姫かでいきます。はい、全員姫か。姫かでした。おらじゃあ姫かなってこと。全然違う。じゃあシャッフル。シャッフル。はい、3回戦目はですね、皆さんにお題とウルフ両方当ててもらいます。難しいですね。頑張ってください。考えてみてくださいね。お題のカテゴリーは食べ物、飲み物。おー、おお、でもどっちもないし、これはおおってなったし、でもちっちゃい方みたいな。おお、ちっちゃい方みたいな。いいかも。レッドチェス3、100円。 OK です。じゃあ第3回戦、これ最後になります。じゃあ皆さんもウルフとお題を同時に考えてください。よーい、スタート。食べたことある、これ私。うん、結構やる。結構やる。たまにっていうよりは結構食べる。そうそうそう、結構食べるんだ。前ね、家で食べた私あれ。うん、家でもよく。なんか最近スーパーでもちっちゃいマック。あ、確かに。あー、そうかも。作るし、買うし。具材は何を使う。なんかいろいろじゃない。パンとかも。なんでもじゃがいもとかも。キャベツ美味しいよ。高いパン。トマトもつけるし。え、人によりけり。よりけり。よりけり。え、だからそのつけるの、なんていうの、つける。あ、なんか何をつけるかじゃなくて、それ言ったらもう、うん、そっか、器の方言ったら分かっちゃうから。確かに。具材の方。具材、私、キャベツが一番好き。私キャベツ嫌いなんだよ。あー、キャベツ自体も。なんかトマトも人参もパンも基本的に何でもいける。硬いパンかな。うん、パン美味しいよね。硬い。ちょっと硬い。美味しいよね。パン美味しいよね。取りやすい。カロリーは高いと思う。カロリーはね。それって熱い。あんま最初さ、あれじゃない、日本にそんな浸透してなかったじゃん。近頃ちょっと浸透して。最近知った。確かに最近知った。最近最近言っても小学2年生ぐらいで。最近じゃないよ。何年前だよ。6年前。最近じゃないよ。あ
食いぷんだって。じゃあその感触を擬音で表すの。ゆめかだったらトロトロ。トロトロ。それ自体はトロトロ。あ、つけたら美容。トロトロみたいな。いろんな種類あるじゃん。こっちの方。あ、つけられる。つけるこそ、そっち。何が好き？あ、言うなよ。振り出して。頑張って出てきた質問が何が好き？3、2、1。終了。でも考えこれ。まずじゃあ何について話してたと思う？せーので、チーズフォンデュ。チーズフォンデュじゃん。ウルフを当てましょう。ウガちゃん。私もユナ。なんでユナちゃん。ユナちゃん。じゃあユナでいくよ。はい。あいや。しゃぶしゃぶだ。しゃぶしゃぶ、トロンとか意味わからん。何言ってんだろう。てかさ、トマトとか人参とかさ、まだつけないでしょ。じゃあまずさ、あの主なものでお肉っていうの言うところだから、なんとかね、え、それ、パンツ、ハンバーグ、ハンバーグ。え、ゆなちゃんでもさ、なんかチーズフォンデュっていう時も薄かったしさ、私さ、最初ひめかちゃんがウルフでチーズタッカルビなのかなって思ってたの、で、ひめかちゃんの様子を探ろうとしたら遅れちゃったっていう。あー、あーゆらりのなんかこういうの時に、あ、チーズか、なにこれ、なにこれ、やったよ。じゃあ、次、3回戦3回戦終わりましたよ。楽しかったね。楽しかった。楽しかった。皆さん分かりましたか？誰がウルフか。分かりましたか？暇つぶしとかにね。そうそうそう。なんか練習マッスルできてくる。そうそう。成功いい。あっという間になるから。よし。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。